第4試合呼び込みたいと思います。シーマサイレントキラージョイント燃えるゴミ伝説建設 VS ポップラハーロスキューアマテラスソナタバザードラストソナタポップラ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 対するは母の子宮アマテラスソナタマザーテラストソナタ出てきてください。ヘイヘイポップレ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 ポンピポップレポンピポップレすごいバトルですね。ポップレポンペラおじぐ。それではまずはラウンド1 3-on-3となります。この試合は DJ パナソニックと DJ チャカが担当してくれます。ではまず 3-on-3 のビートを聞いていきましょう。 DJ パナソニックお願いします。ナイス DJ。 それではお三方ステージの方へお願いします。まずは代表者が先攻後攻のじゃんけんを決めてください。16小節2本です。先攻では、先攻マザーテラスとその他ポンペレここ伝説は建設で16小節2本参りたいと思います。準備よろしいでしょうか。では参ります。先行マザーテラスとその他高校伝説建設レディーファイ。その他が一人でマイク握ってお前ら全員ぶっ倒してやるよ。私合ってんだよ不眠症だけど今日ここのになりに来たのは主人公。いやお前ら入ってくんじゃねえぞ私一人に任しとけ。バイブス満タンでやってきてんだよ。ふわっざ戦国超シュートで。いやお前らフィメールだからって舐めてんじゃねえぞファッキュー。貸してんじゃねえよ二つの意味で舐めさせねえぞ。あ大丈夫か。よ燃えるゴミお前は業界の資源ゴミ私はレペゼンテーション遊園女子。ああじゃあお前の谷間にポーズに左遷したらこれ気持ちいい。お前のラップはうざったい今日は音楽ゴミに出しときもうちょい触ってやキャバクラでは高くつきそう。こいつは勝負俺は音の谷までライブするぜ。自分の言いたいこと多すぎ他にマイク握らせないカラオケでやるタイプの女子高生知らないここはステージです。いや偉そうに白いけど乳首が黒けりゃお前は合格。偉そうにファッキュー言うてるけど中指俺黙るぞ。いや甘く下がっとき私が一人で3人倒してやるんだよ。間違いねえこの場でバイブスでやってきてんだよ。私なんてやろ怪物。大丈夫か何が谷間だよ。お前らには絶対触らせねえよ。こんな汚いおじさん3人本当に何がいいのかわからねえ。いやマイクこすってんじゃねえよ。私はなだったら私の音楽みんなこすれよ当たり前だよ。いや私はレプゼンテーション天女子。いや燃えるゴミこっち向けよ。お前なんてポイ捨てだよ。早くガドロに追いつけ。マイク持ってこすってる。こするのはお前の方やで。俺はこいつを舐めてる。舐めるのもお前の方やで。お前ってもしかしてガドローが好きならお前好きなのスカドロー。ああお前センスがない。俺らの方は全部やばい。ちゃんと音楽できなきゃダメ。メロディーラインとかもスカスカで裏返っちゃって本気です。情熱はわかるけど本気でやってるから。いえいえお前にはねえんだコントラストは。いやギャグじゃねえんだよ。おっぱい出すなら乳首は黒そいつがプロ。ポップコーンしてやろうか。ポップコーンしてやろうか。俺が俺が使わせてのポップコーン。うるさい。クロスカドロ。一回静かに。クロス。収集がつきません。一回静かにお願いします。クロス。では判定の方いきますので皆さんどちらかに手の声をお願いします。ではいきます。先攻マザーテラスとその他。高校伝説建設。当たり前。伝説建設。当たり前。ポンペラポンペラ。どうあがいても、どうあがいても 3本のマイクには勝てないですね。ちょっと待って、確認なんですけど、おっぱいを触っていいですか。それはダメなんですよ。ボディタッチは禁止ということで。よかった、よかった。じゃあお金もらえます。お
はい、では、ラウンド2行きたいと思います。2on 2でございますので、原小鉄の3本勝負、出てくる MC をまずは2人ずつ選んでください。その他燃えるゴミ、サイレントキラージョイント VS、アマテラス、その他で参ります。ではビートを聞いていきましょう。 DJ チャカお願いします。ナイス DJ、はい、ではこれを踏まえて先攻後攻のじゃんけんお願いします。ここで。では、先攻がマザーテラスとその他高校伝説建設で参ります。いやいや。準備はよろしいでしょうか。では行きます。先攻マザーテラスとその他高校伝説建設、レディーファイト。